ナオミシ、ハルカ、コトネ、私たちはチェゴです。はい、ということで今日はちゃんまほさんにドッキリをしたいと思います。何のドッキリかと言いますと、はい、いないはずのメンバーが部屋の中にいるドッキリ。心霊じみたドッキリですね。前日に、あ、今日ハルカちょっと帰るって言って、あ、了解みたいな感じで、で、まほ来ます、あるからめっちゃ怪奇現象起こんだよねみたいな話をしてから、うん、その後に私が待って物音するみたいな、うん、窓の方に物音する言って、でその後に勝手にテレビが来ます。はい、僕は一生懸命手を伸ばしてリモコンを押します。でその後に天井を見てもらって、真帆に紙を見つけてもらって、その紙に死ねという字を書いてあります。こんな感じです。リモコンの部屋でバタバタバタって物が落ちろうとして、まあ、はるかが落としてるんですけど、物が本当に落ちてて、えっ？ってなって、部屋に戻ってきた瞬間にはるかがバーって言って、足音をめっちゃ鳴らして走ってってバーンって驚かせます。もう怪奇オンパレードでございますよ、ね、なんかプレッシャーでかいわ、うちやることいっぱいあるもん。ということで、もうすぐ来ると思うので、ことねはここで待ってて、はるかは布団の後ろに隠れたいと思います。はい、ということで頑張りましょう。レッツチェックオン。ないから全然わからん。マジで怖かったっけ？どんなことが起きたの？だから細かく細かく壊したんだよって。ねえやめてよ。ねえ聞こえない。聞こえない。怖い怖い。ねえ待ってやめて。怖い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 。え、ねえ待って。で、最低でも DM 来てる。え、マジ怖い。
じゃない？落ちたんじゃない？普通に落ちたんじゃない？ちょっと見る勇気がないんだけど物持って拾えたら殴るように。はっ、え、あー、ということで以上、ジェゴでした。バイバーイ。